過激化組織イスラム国に拘束されている後藤健二さんの解放に向け安倍総理大臣は菅官房長官らに引き続き緊張感を持って対応するよう指示しました総理からのご指示はまあ極めて厳しい状況にある中でヨルダンをはじめ関係各国と緊密に連携を取って まさにこの後藤健二さんの解放に向けて、最大限、引き継いで緊張感を持って当たられるように総理公邸で待機している安倍総理大臣は、菅官房長官などから後藤さんの解放に向けた、ヨルダン政府とイスラム国側の交渉の状況などについて報告を受けました。 安倍総理は極めて厳しい状況であると述べ、引き続き緊張感を持って当たるよう指示したということです。一方、イスラム国が新たに公開した殺害映像について、岸田外務大臣は、映像の真偽を分析しているとしています。